はい、ではまた試合始めていきます。ではこんな感じですね。で今回はちょっとガンバーのメンバーを少し変えてちょっとサブチームで試合していきます。まあ、実際サブの方が強かったりするんですけど、まあ、自分の実力が一体どのくらいまで通用するのかっていうのが少し楽しみなところでもあります。ちなみに、レートが350の方ですね。ガンバ大阪エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、個人的にはこのプラットっていう、まあ、センターフォワードのこの選手が非常に、まあ、動きがいいと、まあ、おそらく予想しているのさらに1枚2枚相手は上手に来ますからね。あ、違うでしょう。きちんと対応できるプランが今日は必要でしょうね。あ、いいですね。大事なのは相手が強くなると自分たちのサッカーを崩さないことですよね。前線へのボール、はい、ここでプラットに預けて中央からそれサイドに逃げてネイマールで、ネイマールでキープしてサイド、さらにサイド、あ、ちょっと後ろ向き、今の後ろ向くのはいらないな。こういうとこ早いですからね、すぐに後ろはマークしましょう。前に戻される、なんか自陣に戻される分には問題ないので、よし、前線へ出す。ラットからこれ走れる、走れる、ちょっとキープキープからの、最終的には自分でシュートまで、はい、チャンスだ。ルーズボールになる。あー、マクギーディ、あと少し、今のは惜しいシーンでした。立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。もう少し守備的に来るかなと思ったんですけどね、持ち味を出してくれるおかげでリオ代表の山中がちょっといい活躍をしてい、ね、ここから今回シュート、うわーなー、打った来た、先制ガンバー。こういうことするんですよ石原は。バイエルン相手に先制、絶対決めないといけないっていうところで石原はあれやるんですよ。ここはいい位置に詰めていました。危険、まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので、バレバレだったね。見事ですね。そこに出すよって言ってたようなもんですから。さあ、ガンバ早くも1点先制と最先いいですね。削った、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。ショートはありますからね。お、直接行った、しのぐ、惜しい。最初のコーナーキック、いや、この振りに嫌だな。これ 前に入れるの嫌だな。よし、キープ、シュート、取れるよ。よし、ネイマール、ネイマールからちょっとサイド使いたい。現在ここまで1点リードといい流れで来てますね。ではない、よし、そうですね、まあ、意外とネイマールなんですけどもね、石原からプラット、石原、ね、あ、石原なんで走らない、乗り切りたいところですよね。抜ければというシーン、オフサイドの判定です。オフサイドだからちょっと戻ったんですね。この時は相当で来る可能性か、はい、そう、今の完全に狙ってましたけどね。ボンドグビア、硬いディフェンス、サイド、フラット、俺押してるよ、収まりません。
絶好の位置、ネイマール。いや、今のキーパーを無駄ですね。ナイスセーブでしたね。はい、プラッといける。どうだ、シュート。川島英二、川島止めてくるな。はい、サモランチ取り勝てないのは分かってるけど、シグルズソン、いいよ。でサイド戻して強、サモランチを多分折り返すかな、ね、これ。ああ、そっちか。いや、決定的でしたね。安全圏で行きましたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。トラップからゴール。まあ儲けもんですよ、儲けもん。これで差は2ゴールになりました。いや、今のは高い位置で奪われて、まあ、レートが今の僕とそんな変わらない、ね。相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどもね。はい、高い位置で奪った勢いのままゴールに。ああ、石原か。形の攻撃でしたね。そうですね。ちょっとね、もう中央もう前線走り込んで選手いたんで、そこに出そうと思ったんですけどね。ガンバとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。 2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラ来たガンバ。まあ、非常にあのシュートキャンセルからの切り返し、あれがまあ有効的ですね。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。はい、それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事ですよね。やばいやばい、形状早いって。ちょっと危ない。今日2点目のゴールです。さあガンバ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。まあ、1点取った後、またさらに追加点。フィジカルが一応強いな。2点目では狙いとしては最高ですよね。1点目ろか。ゴンドグビア。拾える。よし、いいサイド。裏に味方を走らせる。抜けてくる。あとこれ決めるだけ。うお。4点目かというシーン。いやいや、ここでもう一つ、あれだな。ああいった攻めでも有効だと思いますね。フェイントでかわしたかったな。サモランチいける。アウトまで来た。守護神が弾く。ウィボール。バルディビア。サモランチが、まあ、結構あのフィジカルが90代なので非常に使えます。ラグギーディ。ヘディングも競り勝って。このボールをカットします。あとはヘディング精度ですね。ちょっと押してるのに動いてない。ゴンドグビア。デージョ。石原。本戦模様中盤。ゴンドグビア。ミドルグループ。ああ、悔しい、かわされた。やばい。裏へのスルーパス。このボールに。嘘、これなんだよな。ゲット。奪って持ってるのに触れられただけでもう失ってしまうっていう、もう弱いところが出てる。追いつくことができるのか。ここなんだな。ファーストハーフ終了。ああいう不本意な失点をできるだけ避けたい。ガンバ大阪調子いいですよね。リードして前半バリバリにもう崩されて失点っていうのはもう仕方ないんですけど、あいつはただディフェンダーが動かなくてそのままよくわからないプレーで相手にボールも持たれるっていうのは非常に良くないですね。とりあえずリードが2点になったので、ちょっと後半守りに行くのか、ちょっと攻めに行くのか、ちょっと後半キックオフです。悩みどころですけど、森重、攻めれるところは攻めましょう。味方を走らせる、いける。スペースへ出す、はい、これで、あートラップがでかい。あ、ダメだ。なんであれトラップでかくしたんだろう。もう R1 押してないのに。ロベルト・バッジョ、バッチ早すぎ。バッチそんな走れたっけ。キープね、キープね、石原キープ。あーもう石原ちょっとダメだ。味方を走らせる、マクギーディ走るよ。あーどうも、こういうのはちょっと後ろで回されるとめんどくさい。ちょ
だな、あまり前線からプレスかけないように中央中央、あーやられたよ、あぶね、ルーズボールになる、拾えて拾って、よし行ける、あーもうちょっとフォローに来てほしいよね、さすがサマランチですね、さすがうちの10番つけてます、コンドグリア、よしデージョ、よしいいよ、実際のところまあエース級ですよね、サマランチは非常にいい、よし抑えない、出たね、抜ければというシーン、レフリーがフラッグで止めました、いいか、こういうとこショートで来る可能性ありますからね、すげえじらされたんですけど、縦にボールを送ります、当たったよ、そこだよね、なんでディフェンスにパスをするのかっていう、サイドまだ下出すな、お、その上で行く気だ、ちょちょちょ、運ぶ人数をかけます、これダメだろネイマール、サイドそこじゃない、よし、ネイマールに渡る、ネイマールにはネイマールだ、もうあとコンカで入れるだけでしょ、はい、ネイマール、いやー追加点、あそこまで来るともう完璧取れますよね、おプラットに代わってパトリックです、さらに突き放します、これで3ゴール差、もう実際パトリックの能力はまでの前が草澤さん、あーやばい、キレキレでしたね、そうですね、非常にいいですからね、走れるのがいいですね、パトリックの場合はシンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね、なんていうかフィジカルも強いし、もう重戦車です、3点のリードでリスタート、ちょっとタイミングがずれましたね、ここまでご覧になっていかがですか、あーパトリックがまた邪魔した、パトリックがプレスいかなかったらそのままケイギーがいったのに、なるほど、はい、パトリック、パトリック前線一人で仕掛けます、味方選手の上がりはまだ不十分です、これ入りましたよ、石原いけるか、石原いけるか、よし、いや追加点ガンバ、いいですね、石原仕事しましたね、これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね、いやーパスを受けるタイミングは絶望でしたよね、パトリックのパスはこんなもんです、パスセンスはこんなもんです、イメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね、相手のバックスも一歩対応遅れてましたよ ね、こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね、そう考えると見事なゴールでしたね、いやそんなもうディフェンスで回される限りはそんなに問題ないです、さあガンバ圧倒的な強さを見せています、よしパトリックからの1人できる、またさらに追加点、いいかな、1点目では1人はかわせてもその後の軌道修正がもう難しいな、ネイマール取れるよ、あー短かったパスが、ヘリペメロパス間隔が短かったね、よし、はいパトリック、さあ下に預けて高萩を1人かわして、もうミドル打つか、どうだこのシュート、これ枠に入れる技術が欲しい、シュート前のドリブルも良かったんですけどね、あそこ本家で行っちゃうともうキーパー普通に反応しちゃうし、普通にダッシュドリブルからのすごい広いんじゃないシュートだと、まああんな感じで枠いかない、どっちを取るかですよね、カットこれは読んでいました、いいよね、なるちょっと思ったとこと、ここは中央切り込む、これサイド出される前に切る、基本的にこれ短いパスはよし来た、味方を走らせる、高萩もうあとはもう入れるわけね、シュート来た、ガンバガンバさらに突き放します、代表の華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。ガンバー、いや素晴らしいですよね。なんといってもあのゴールでスルーパスを出せたってことですよね。これ一番やりたいんですけど、やっぱディフェンダーがいてなかなかゴールのスルーパス出せないんですけど、なんよくそのスルーパスのゾーンを見つけましたよね。なんでシュートのスピードよりも弾いた後のスピードの方が速いんで。ガンバ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。たまらんできるよ。
打つ。シュートキャンしたのにな。もう切ってきましたね、距離ありましたけども、スーパーキャンセルをしたのに、まああんな感じですよ。はい、サイドした。一人いける。はい、パトリック、あ、出てるな。スルーパスを出す。これはオフサイドを取られます。出てるけども、ちょっとディフェンダーがもうパトリックついてないですよ、ね、パトリックついてないんで、あ、これもオフサイドだ。出てましたかね。もうパトリックマークしてないんで、その辺はもうパス出しやすいですね。行かない行かない。シグルズソン。縦にボールをつないでいきます。キープ、キープ、一人で行かない。一人で行かない。キープできないな。流れを止めます。あれ、キープできるようになるといろいろ幅が広がるんだけど。カットです。アーチのようなパス。違う、ネイマールだ。ガリーソン。このボールをカットします。出した。すぐパス出す。来た。裏に味方を走らせる。パトリック。あ、拾えない。チャンスだ。いいよ、パトリック。あ、そこ拾いたいよね。アッツに飛ぶんだよな。アッツでターンなんてしてる場合じゃないでしょ。おー、さ、うい、受け捨られたっていうと。シグルズソン、ここでファールがありました。イエローカードです。いいね、ブロック。あ、あんな感じでブロックできたらいいな。ガンバとしては、あとはもう勢いならもう1点あるかもしれませんよね。高萩か、めっちゃマイナスだったけど。ミドル、おお、おーい、はい、ということで、とりあえず勝つことはできました。ガンバ大差で勝ちました。さあ、北澤さん、まあシュートの割にって感じでしたね。いい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。はい、まあとりあえずちょっと上の人相手に勝つことはできました。おー、オンラインチャレンジカップをクリア、レジェンドと、スタージャニアリジスターズを獲得できました。はい、ということで、無事勝利することがこちらですね、できましたので、もうこの際なんで、あのガチャ引いていきたいと思います。これで、レジェンドと1月のスター選手を獲得できるガチャ、チケットが手に入りましたので、こちらですね。で、その前に1週間前のこのミラノダービー、こちらもちょっとありますので、これも使っていきたいと思います。では、こっちからいきたいと思います。こっち2枚ありますね。獲得選手が、ミラノ、ミランと、まあ、インテルに所属していた選手なので、
まあイブラヒモビッチ、かなり魅力、まあ、一番当たりは誰になるんでしょう、やっぱイブラ、ピルロもいいですね、中盤チュアゴシューバフェリペメロ、フェリペメロって結構いい選手なんですね、スナイデフンテラル、エルナネス、バロテッリ、まあ能力順でいくとまあこんな感じですけども、まあ誰が欲しいかって言われれば、2010年11年くらいはすごいいい選手だったんですよ、表紙も飾ってましたからね、ウイレのメッシとツートップだったのに、ちょっとね期待が外れてしまったっていうところでしょうか、まあ長友もいるんですね、まあ、個人的に好きな選手はジラルディーノ、いいですね、ジラルディーノか、ロビーニョも、あ、ロビーニョも一応いるんですね、ロビーニョもいい選手です、マウサガテ、エッシェン、まあこんな感じですね、まあ本命はイブラヒモビッチ、まあこれが当たることはないでしょう、まあもう引いていきたいと思います、まあ確率の問題なのでね、まあ黒が来ればもうそれは当たりですよ、では引いていきます、黒黒黒、ああ、うわ、シルバーだ、スパイクが、って感じです。はい、では次行きましょう。微妙だな。はい、こっち2枚引けます。そして黒の確率が非常に、先ほどより低くなってます。85% がもう。金なので、まあ、ほぼ金でしょう、2枚あるのでもう思い切っていきましょう、まあ、まあ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 、そりゃそうですよ、 85% なんですから、メンディー、メンディー、メンディー名前だけだよ、はい次、ではメンディを引いたので今度は、まあ、黒が来るでしょうと、まあ、2つしかないんですからね、まあ、こんだけある中の2つを引くっていうのは相当な確率ですよ、まあないですよね、来る来る、来た来たね、来た来た、引け引け、あーでも当たりですよ、黒を引いたんですから、ウィリアムス、まあそこそこディフェンス能力高い選手ですね、ヘッダーキャプテンシー、身長は83か、まあ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 黒を引きましたからね、言うても、ヘッダーキャプテンシー、マリーシア、いいですね、はい、といった感じです、なので基本的にはまあ当たりは一応引きました、黒を引きました、まあすごいですよね、 14% でもまあ黒は来ると、まあそれに引き換え 40% の先ほどのミラノダービーのガチャでもまあ黒は来ないと、まあそういう確率ですので、まああとはもう運次第ですね、はい、といったところですね、無事今週のチャレンジカップ
獲得することができましたので報酬も引いて、でまた次週ですね、次週は次何の、企画が来るのかはちょっと楽しみにしながらやっていきたいと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。またコメント等もよろしくお願いいたします。